上りです本日はお越しいいただきありがとうございま,すまあ今年は僕受験生なんで、まあ、受験に向けていろいろと準備をしていけたらなと思います得意な学科は何ですかいやいやいやもう全部苦手で <laughs> もうともう体育の技術面でしか得意なことなくて本当に何も得意じゃないんで。 運動神経がいいってことは素晴らしいことですからね役者にも役立つというそうですねこのような形で緑黄色社会さんとお一緒にご,ご,ご一緒することができて本当に嬉しいですいやもう初めて聞いた時にマチともに関するフレーズがたくさんあって、まあ、頭の中にナイトとソーヤが思い浮か,思い浮かびましたねで、まあ、ナイトとソーヤの冒険のことだったり、まあ、二人の友情だったり あと、夢に対する思いなどが見えてきて、本当に素敵な曲だと思いました。そうですよね。酒井さんも楽曲聴かれてどうだったんですか？はい、えっと緑黄色社会さんの歌は聴かせていただいていたのですが、あの初めて聞いた時にもう鳥肌がすごくてですね。その歌詞の中に君と二人薄暗い部屋の中という歌詞がありまして。 それを聞いたときに、カイりと二人で初めて砦の中に入っていったときのことを思い出して、まあ、少し泣いちゃって、あの曲を聞いて初めて泣いたのが緑黄祝社会さんの歌だったので、本当に緑黄祝社会さんが歌ってくださってありがたいなと思ってます。今ちょうど結